フランス語で会話する親子、朝鮮舞踊の動きを相互に実演するダンサーたち、それぞれの映像がキューブ内に交互に映し出される。作家のユニホン・シャープ氏は在日朝鮮人として生まれ、日本語を母国語とし、現在はフランス国籍を持つ。作家自身が話すフランス語に日本語のアクセントが残ることや、子供の頃に習った朝鮮舞踊を体が覚えていることを浮かび上がらせながら、私たちのアイデンティティに刻まれた記憶のズレや電波について探っていく。作品のタイトルはリピートというもので、リピートは英語で、日本語だと反復、繰り返しということになります。で、コンセプトとしては、ある記憶が国とか場所を変わったりとか、国籍が変わったり、自分の表面のアイデンティティが変わっても、こう変わらずに、例えば私が今フランス国籍なんですけれども、フランス語で喋るときに絶対日本語の訛りが入ってくるし、そういう体の記憶っていうのが、頭の記憶っていうのかな、その場所とか国とか変わっても、こう一つのものに修練されないで、自分の日本の、記憶だとか、私のこう生まれた時は朝鮮国籍で、でダンスも朝鮮のダンスをしてたんですけども、そういう体の記憶とかいうのが、こう一つのものにで ならずに、こう複数一緒に存在してもいいんだっていうのを、ちょっと考えながら作りました。私の作品が映像作品になるんですね。で、こうキューブの中に入って、ほとんど何もなくて、キューブの中にで3面映像がこうついたり消えたりするんですけれども、だからキューブはどっちかっていうと、こうなんでしょうね、一種の現実っていうか、こう映画館に入った時を想像するとちょっと分かるんですけど、こうなんか映画見てわーってなってて、でパッてこう消えた時に、なんかスクリーンがパッて見える、なんかそれで現実に帰るみたいな。だからその一種の虚構ですよね、と現実がちょっとつながる場みたいな感じで捉えてます。まず自分のこうアイデンティティっていうと、何かもう固まったようなもの、こう動かしちゃいけないような、こう例えば日本で生まれて日本人で、こう固まったもののように捉えがちなんですけれども、私はこうアイデンティティはこう複数あってもいいというか、複数あってもいいし、それがこう揺れ動いたり変わっていってしまったり、また元に戻ったり、こうもっとこう柔らかいこうものとして捉えられるといいなと思って、思っています。ビデオ作品なので、ちょっとこうパッと見て分かるものではないので、できればベンチにこうゆっくり座って、そのこうゆっくりとじっくりと時間をかけて見ていただければいいなと思っています。よろしくお願いします。